ハンコック軍はアメリカ合衆国オハイオ州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は74,782人であり、2000年の71,295人から4.9%増加した。軍庁所在地はフィンドレー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はアメリカ独立宣言に最初に署名した。 ジョン・ハンコックにちなんで名付けられた。ハンコック軍は、トレド大都市圏との結びつきが強く、その中に含まれると考えるものもいる。ハンコック軍は1828年1月21日に、ウッド軍南部が分離し、オハイオ州議会によって創設された。当初は、フィンドレン軍区のみが入っていたが、同年4月には、アマンダ、ベリフェア各軍区が追加された。その後は、 新しい軍区が決められていった。1829年に、ジャクソン。1830年12月に、リバキとマリオン。1831年に、ビッグリック、ブランチャード、バンビューレン。1832年にワシントン、ユニオン、イーグル。1833年に、カスとポーテージ。1835年に、プレザント。1836年に、オレンジ。 1840年にマディソンが作られ、最後は1850年のアレン軍区だった。当初の軍域は一辺が24マイル近い正方形だったが、1845年にワイアンドット軍が作られた時に南東部が削られた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は533.66平方マイルであり、 このうち陸地531.36平方マイル、水域は2.30平方マイルで、水域率は0.43%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ハンコック軍監査役所、ハンコック軍図、ハンコック軍は、下記17の軍区に分割されている。ありがとうございます。